サンマ科は、脱目に所属する魚類の分類群の一つ。外洋の表層を遊泳して生活するグループで、サンマなどに属4種が記載される。サンマ科の魚類はすべて海水魚で、世界中の熱帯、温帯域の外洋に幅広く分布する。所属する4種の分布域はそれぞれ異なり、日本近海にも回遊する大型種のサンマは、北、太平洋に、同族の小型種である。 アドシドトスは太平洋中央部部かから東部ににけての熱帯域に生息する一方、スコモリーサックス属の大型種 S サウルスは北、大西洋及び南半球の温帯域に S シミューロンズは大西洋とインド洋の熱帯域に分布する。このように、いずれの属も熱帯性の強い小型種と温帯域に広い分布範囲を持つ大型種に分けられ、 両族の進化系統を反映していると見られている。本科魚類は外洋の表層で大きな群れを形成し、マグロなど大型化遊魚の重要な餌生物となっている。太平洋のサンマと大西洋のエスサウルスは漁業対象種であり、日本を含む世界各地で食用として利用される。卵は粘着性で、流れもなど海面上の漂流物に散乱する。肉食性で、 小型の甲殻類や小魚を主に捕食する。サンマ。本家魚類は細長い体と、背びれ、尻びれの後方に並ぶ、勝利ひれを特徴とする。サンマ科の仲間は一般に細長く防水系の体を持つ。体色は全体的に銀白色で、背部はやや暗色調となる。大型種は全長40から50センチメートルにまで成長する。一方、 小型種は5から1 3トル程度にしかならない。口と葉は比較的小さく、いずれの種も稚魚の段階では短い顎を持つ。生魚の顎は上下とも細長くくちばし状に伸びたものから下顎が突き出たものまで様々。浮き袋を持たず小型種の卵巣は片側にしかない。背びれと尻びれは体の後方に位置し、ひれ状は それぞれ14から18本、16から21本。背びれとしじびれの後方に4から7個の勝利ヒレを持つことが大きな特徴で、勝利ヒレを持たない近縁の脱下魚類との重要な間別点となっている。スコモリーサックス族の俗名は、同様に勝利ヒレが特徴のサバ族と細長い体型を持つカワカマス族を組み合わせたものである。鱗は小さく、 小中線に沿って小型種では70から91枚、大型種では107から148枚が並ぶ。椎骨は54から70個。サンマ。日本近海で季節回遊を行い、秋の味覚として馴染みが深い。両額はさほど伸長しないサンマ科の一種。大西洋において一般的な種類で両額は細長く伸びるサンマ科は、 古くから独立の都画として分類されてきたが、2000年代の延期配列に基づく分子生物学的解析の多くは、本家の単系統制を否定している。本家は、脱家の一族であるヴィラン族の姉妹群であり、脱家の内部に含められることで単系統群を構成すると見られている。サンマ科には、ネルソンの体系において二族四種が認められている。二族のうちの小型種を、 ナニクシース属及びエルイシクシース属に分割し、四属四種として扱う場合もあるほか、エッサウルスオニア種に分ける見解も存在する。ありがとうございます。